G3、京都牝馬 S、2024年2月17日、京都芝1400メートル。17日の G3、京都牝馬 S は竹豊が騎乗したソーダズリング。メス4イコールおとなし、が制し、重賞初制覇を飾った。写真、これぞ竹豊。ソーダズリングが首を下げたところがゴール、そして余裕のチラ見。ソーダズリングは父ハーツクライ、母ソーマジック。母の父シンボリクリス S の決闘で通算8戦3勝。竹豊は本当にスムーズで理想的なレースができた。反応良くて先頭立つの早いかなと思ったけど、それでも最後まで我慢してくれて能力高いな思った。結果的にはこのくらいの距離がいいのかな。マイルも 6F、1200メートル、も視野に入ってくる、と胸を張った。デビュー38年連続の JRA 重賞勝利については、せっかく続いているんで、あと20年くらい続けたい。また頑張ります、と笑った。